宮野守になりたいです。なぜですか？あのね、この作品でもシンというキャラクターで出演されておりまして、まあ、今日は残念ながら登壇というわけにはいかなかったんですけれども、もうだってとりあえず少なくとも今挙げられた実力派声優とイケメンはこの中に入っているかなっていうね、思いますし、お芝居して歌って踊れてどうやったらこうなるのかなっていうね、もう慣れないからこそちょっとなってみたいなっていう思いがありますよ。何でも持ってらっしゃるっていう感じですね。そう、大好きです。そうですか、はい、あの梶さん今日それ考えていただいたじゃないですか、はいはい、実はですね、事前に新役の宮野さんにですね、はい、同じ質問をしておりましたんです。ほう、あの宮野さん答えが梶勇気になりたいです、かわいいかわいい梶キュンになりたいっていう風にいただいてます。テンションが異常ですけれどもね。そうですね。この多分コメントをくれた日は雨を多くくれる日の宮野守なんだなと。日によっては無知が欧米の日がありますので、でもね、本当に甘やかされてここまでやってきましたので、いつか僕も宮野守になれるように頑張りたいと思います。雨の日だったんですね。雨の日。そうですか。ムチはどういうムチが飛んでくるんですか？すごく辛辣な目で僕を睨みつけて何を言っても滑らせてくる、そういう日があります。今日いなくてよかったなとすら思うくらいに、でも大好きです。はい、相思相愛というのは今伝わってますがありがとうございます。失礼しました。はい、いただいております。いただいております。そのままください。手を振るだけで大丈夫です。はい、後ろ気になると